こんにちは、デカイシです。今日なんですけど、僕は過去に結構シュート解説、いろんな方に登場してもらって、ケイセイだったりとか、龍之介だったりとか、ソラ君だったりとか、いろんな方にシュート講座をしていただいたんですけど、ちょっと振り返った時に、とんでもねえメンバーにシュートを教えてもらってたなと思いまして、なので今日は過去にいろんな動画を出してきたんですけど、ケイセイ、龍之介、ソラ君に解説していただいた、要所要所でのポイントをまとめましたので、もうめちゃくちゃ有料級の、動画かと思います。言わずと知れたケイセイ、あんだけシュート入るケイセイ、これだけ有名なケイセイが、シュート紹介してくれた動画多分他にないんですよ。そのケイセイが教えてくれた動画と、ウィンターカップスリーポイントランキング2位、ケイセイが1位で龍之介が2位なんですけど、その2位の日本で世代で2番目にシュートが入った龍之介が教えてくれたシュート講座、 B リーガーの鈴木そらくんが教えてくれたシュート講座、こんな豪華なメンバーがシュートを教えてくれることなんて、こんな動画は本当にもうないかと思いますので、これを見てシュート参考にしてみてください。でも本当にこれヤバい動画だと思います。それでは早速見ていきましょう。よろしくお願いします。ソラ君の中でズバリシュートにおいて一番大事なことっていうのを教えていただきたいです。シュート大事なこと、軸体幹ってことですか。そうですね。でもなんかがっつり筋肉とかなんか体幹とかっていうイメージじゃなくて、自分の体の状態、まっすぐなのかちょっと右なのか左なのかっていうのをイメージできる能力が大事だと思います。例えば試合中とかだと、はい、じゃあステップバックをしてシュートを打ったとして、ステップバックするとまっすぐいつも通りこうまっすぐ打つのって難しくなると思うんで、はい、ステップバックして自分の体が、今だと僕は右利きなんで左側に倒れてるっていうか、うん、重心がある状態で、この状態で打つ時にこれを感じれるか、この曲がってるっていうか倒れてる軸が分かってるかどうか、自分が今どんな状態なのかっていうのを一瞬で、このステップバックの状況なら左側に流れてるからシュートを変えるとかはないんですけど、今の自分の体の状態を知ってないのに、分かってないのにシュートを打つと入らないんじゃないかなって思います。最初、まあ、近い距離でわざと流れてシュートを打つ、左側に一歩出してそのままシュート打つとか、左に飛びながらシュート打つとか、まあ、後ろとかやっぱフェイダーウェイとかって結構認知されてるっていうか、はい、結構いろんな人がイメージが湧きやすいと思うんですけど、後ろに下がるからちょっと届かないとかっていうのは、はい、一番僕が教えてもらってなるほどなと思ったのは、前前止まって前に出てスイッシュするドリブルって言って、止まって一歩出してシュート打つんですけど、これがなんとなく打つんじゃなくて、これをこうちゃんと狙ってまっすぐ決める、この加減を感じるっていうか、なんか裏後ろとかだと意外ともう試合中練習中ライブ形式の時に後ろはちょっと逃げながら打ったりとか下がりながら打ったりとかっていうので、なんとなくこうイメージが湧きやすいと思う。いざ前をこう綺麗に前に飛びながら決めてってなると、やっぱ指先とかって絶対大事になってくるし、体の連動性も、まあ、細かいことになるけど大事になってくると思うんで、前にステップしていかに決めきるかっていうのはすごい大事だなって思いました。最初はさっき説明した一歩横に出してシュート流れながら、わざと結構大きめに出して流れながら横に飛びながら、横に飛びながらで、次はだんだん動いていって横にこう飛ぶ感じで3回飛んで2、3でシュート、ドリブルから止まって横でシュート、次は止まって前に行きながらシュート、あとは後ろも止まって、
でちょっと距離を遠くしてって次はキャッチからっていうのは何でもスポーツやってる上で大事かなというふうに思うんですけど、バスケのシュートだと、まあ、単純にフリースローを打ちますってなって、よく足を使ってとか下半身を使ってとか全身の力でって言われることも多いと思うんですけど、はい、動作をこう分けていくと、この股関節をこう伸ばす、足を伸ばす動きとボールをずっとここで構えてる人はいないと思うんで、まあ、高くてもディップしなくても高くてもボールを動かす動作っていうのが代表的に2つ、例えば足を使いましょうって言ってボール構えて足を意識しすぎて足が先に伸びちゃうと伸びきってるのにボールがまだリリースポジションに来ないっていう、まあ、ちょっとこれは極端にやるんですけど、足を使いましょうって言って先に足が伸びきっちゃうとこういう風に手だけ腕だけのシュートになっちゃうし、かといってボールをこう足が伸びる前に上に構えておいてこう打つっていうと、まあ、それもちょっとぎこちないしっていう風になるんで、今言ったポイントをつなげる練習として僕がやってるのは、ボールをシュートハンドの足の膝の上にボールを置いて、手は指先じゃなくて手首の辺でこうボールを挟む感じで引いてこのまま上に上げるんですけど、これが遅いと先に膝が伸びちゃうんで、股関節も足が伸びちゃうんで、なるべく1回のリズムで引いて上に上がれるように。最終的にボールが離れるのは手からなんで、手指からなんで、どこの指とかは結構いろいろ個人で意見が分かれるっていうか、いろんなルーティーンっていうかがあると思うんですけど、一番意識してるのは主観と客観。オーマイガー。自分が、まあ、思ってるイメージしてるのと他の人から見えてるのでこう分けた時に、ボール持ってる手の主観はグーでも、グーでは持たないんで、こうグーで持ってるイメージでパッ。よく手首ボールを掴まない、握らないとかこう言われると思うんですけど、はい、ボールを持ってる時にやっぱり安定、ここが安定しないと力入れろっていう感じじゃないんですけど、グって頑張るっていうよりかは安定させておかないと、やっぱりシュートも全身の力を使えたとしてもここが安定しなかったら綺麗にシュート打てないと思うんで、ここはパーでこう力をダランって抜いてる感じじゃなくて、ちょっとグーに近いパーでここを安定させておくイメージでボール持ってて、こう最後主観でグーだったのをボールが離れていくと同時にパーにする。で、まあ、その時の指の位置は人それぞれいろいろあると思うんで、最後パーになった時にどこの指から離れていくのかっていう、まあ、これはずっとパーで力抜いててこういう風に言っても多分ずっと同じ力っていうか、あんまり力を伝えるっていう意味ではやりにくいかなって僕は思うんで、ここをグーからパーでやるとなんか手首が使いやすいっていうのかな、なんかよくあるスナップ効かしてるっていうイメージに近づくと思います。おう！自分のなんか入るシュートレンジのマックス、わーお！一番大事なのは連動させること、ジャンプと手。それってワンモーションかツーモーションかの違いってことじゃないですか。龍之介はワンモーション。あの、そう、なんかこの上げて、ボールを上げてきた力をなくさないで離すみたいな。ハリーとか。そう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 。ケイシーやろう。いや、ケイシーも多分、
もうピュッて打っちゃうタイプだから、まあ、結局肘が開いてるとダメかな。肘がまっすぐなのと あとジャンプ足やっぱ飛ばないとシュートも飛ばないから、結局やっぱケースでも言うけどやっぱ足って本当大事なんだよね。力手にあんま力入れてない感じはする、うん、そんなに、うん、あ、そうなんだよ、うん、速攻の時俺多分シュートってこうなるの手が、あ、フォローする残さないというか、そうやって戻す、ね、そうそうそう、それがなんかちょっとあると思って弾くって、そう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 、なんかねこの打った後に手を引くっていうのを意識すると、意識するだけでは、なんていうの、うん、やりすぎたらいかんけど、分かる、分かるよ、分かるよ、これリノスケが言った4つのポイント、足、肘閉じる、飛ばしたかったらワンモーション、あと、弾く、そうだね、手がつく前にとかシュートフォームちゃんと真面目に直したいっていう方は、この今日のリノスケのシュート参考にしていただいて、皆さん頑張ってください。自分が思うのにシュートの大切なことはやっぱ肘と膝を同時に曲げ伸ばしして打つことだと思います。肘と膝を同時に曲げ伸ばしして打つことだと思います。もう一回お願いします。この状態で伸ばすタイミングを同じタイミングで、なるほど、足の力を体に伝えてると思います。じゃあそれを踏まえてもう一本。どうやってボールが飛んでるか後ろから取っていい。どうやってボールが飛んでるか後ろから取っていい。肘の伸ばす力でもう最後本当手首はもうそのちょっとした微調整、あ、そう、ケースの手首なんか柔らかいよね、微調整でも最後の放つ部分を微調整で、指がかかるところは、まあ最後は最後結局は中指、中指なんだ、全部の指は均等ね、そういう角度はまあ開きすぎず内側すぎずちょうどいいぐらいです。俺はここが、そう、じゃあ形成が長距離届くっていうその秘訣も足の力を使ってるっていう、スリーポイント、普通のスリーポイントの時と距離伸ばす時はやっぱり足の力を変えて近いと軽く、実際にシュート練習するときはもうこうやって、まだ動きながら行ったりとか、で動きながらも例えば最初近いとこやって今度遠いとこやっていってやると距離感、そう、距離感的にも掴みやすい、あ、なるほどね、最初はなんかもう本当に近いとこからもうその膝の曲げ伸ばしてこういうシュートをやって、そうね、力を使わなくていいって、こういうシュート、もう本当にゴール下でもいいからそういうのをやって、シュートはやっぱ何本でも打ってたくさん打って自分の感覚を掴んで、そしたら多分入るようになるんで、皆さんも頑張ってください。もう打つ以外にないってことだね、上手くなる。打つ以外にない。なるほど。日本人のシュートはなんか左にずれやすいっていうのをめっちゃ聞いて、なんか手をなんていうの外側に返すイメージでシュートを打ってるかな。なんかケース中指かかれてたけどさ、うん、なんか人差し指かかりそうじゃん。あ、俺は人差し指で枠を揺れかけてる気がする。あ、こう？いや、2本最後は2本でこう、うん、なんか試合中に自信を持ってシュートを打つためにシュートたくさん打てば、試合中にいつものシュートが打てて入るんじゃないかなと。俺がいいパスを出してるからって言うんですよ。違うよ、俺がシュート入るから。はい、ということで、見ていただいたと思うんですけど、こんな豪華な動画本当にないと思いますので、得ができる動画だと思います。シュートに悩むこと多いかと思います。僕も本当に苦手なので一緒に頑張りましょう。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。